として、あのゲーム版のマリオってプレイされたことはありますか？もちろん誰もやってるじゃないですかね。なんか特に思い入れのあるタイトルとかってあったりして。僕はでもファミコンの頃からやってるんで、やっぱファミコンは子供の頃にやっぱ衝撃受けて、マリオもそのマリオスーパーマリオブラザーズからやってて、でさすがにディスクは買えなくてさすがにディスクは買えなくて2はやってなくって、で3をやっと自分のお金で買ったっていう記憶がめちゃくちゃあって、そのソフトに自分の名前を書いて宝物にしていましたね。はい、3がだから結構思い入れが強いかもしれない。3って結構いろんなマリオ登場するよね。そうなんですよ、お気に入りのマリオとか。いや、それこそタヌキが出てきた時にやっぱ衝撃だったんですよ。でもファミコンの時代にあのクオリティってすごいじゃないですか。そうで、そのあのゲームシステム の多様さにすごく驚きましたね。だからそのタヌキが今回映画の中でも出てきたのは非常に感動しました。はい、それこそグラフィックも1と2とも全く別なものになってて、はい、衝撃も大きかった。そうですよね、そうなんですよ。そのとなんかね、そのキャラクターのね、頭身とかもちょっとね、やっぱもう今のマリオに近いものにどんどんなっていってるというか、その動かすキャラクター自体が。でそれこそでもスーパーファミコンになってからはマリオワールドをやってましたね。あれもまたスーパーファミコンになって、ま、格段とこう表現力が増えて、でそこでヨッシーとかね出てきたりとかして、世界観もどんどん広がったなっていうのがすごい覚えてますね。僕はあの親父から譲り受けたスーパーファミコン、伝統の畑中家伝統ではないですけど、なぜかあったんですよ。そう、譲り受けたやつがね、譲り受けたタンスの中にしまってあったスーパーファミコンをもらってですね、そこでやったマリオが、だからそれがちょっとタイトルがあれなんですけど、それが宮野さんから教えてもらってる、それがスーパーマリオ、そうそう、ワールドが多分スーパーファミコンで1個目だから、うん、多分それ1個目、多分そうだと思うよ。はい、だからそのカセットじゃないですか、なんかそれをこうやってやって、ガチャってつけて、マントつけたマリオが登場するやつね。うん、そうですね、そのやつをプレイしてました。やっぱりみんな大好きスーパーマリオじゃないですか。で、マリオのゲームに皆さん触れてきて、マリオの活躍とか、マリオの強さとか、マリオのかっこよさとか、すごくこう今まで味わってきたと思うんですけど、映画の中ではそんなマリオたちがブルックリンに住んでて、でその日常みたいなところも最初描かれるんですよね。だからそれが結構、なんだろう、衝撃的というか、まあ、ある意味見たことのない姿だったりとかするんじゃないかなと思います。なぜならマリオってこうまだまだ全然青年で若くて、で自分の人生にもまだちょっとこう悩んでたりというか、うまくいかなかったりみたいなところが多くて、でそれでこう家族に認めてもらいたくて頑張るとか、自分のちゃんと目指すものを見つけたくて切磋琢磨するみたいな、人間味のある姿が最初描かれるんで、その日常感っていうのは結構見どころかもしれないですね。そうですね、ルイージー、まあもうみんな知ってるルイージーマンションとかでも知ってるんじゃないですかね。むちゃむちゃ怖がりですねもうとにかく、うん、小心者っていうわけではないんだけど、ちょっとお兄ちゃんがいないとちょっとどうしてもこう不安に思っちゃったりとか、そういうことをする彼なんですけど、でもその代わりも本当お兄ちゃんのことをもう信じてるというか、もうお兄ちゃんが大好きで、確かにそうだから、お兄ちゃんにヒーローであってほしいなっていうところで彼も頑張れる子なので、そういうなんだろうな、彼の頑張りどころじゃないけれども、うん、ルイージのそのまっすぐな気持ちを映画館で感じてもらえたら嬉しいですよね。兄弟愛みたいなものが一つのテーマになっているのかなっていうのはすごい感じたんですけども、はい、その相方だから、宮野さんからすると畑中さんが演じる、畑中さんからするとマリオを宮野さんが演じるって聞いた時っていかがだったのかなっていうのを伺います。ありがたいことに決めていただいた時に、どういうふうなアプローチをしようかなっていうふうにやっぱり思うんですけど、でもその時に監督、音響監督の方からそのゲームの掛け声とかは再現する時もあるけど、でもやっぱマリオがどうこう生きてるかはそんなにこう映画の方の
マリオを意識するというよりも自分の声でこうなんだろう思うことを自由に演じてほしいって言ってくださったから、あの結果迷わずあの収録することができたんですね。でそんな中やっぱ畑中くんが弟ってなった時になんかすごくしっくりきて、僕の弟、あ、畑中くんかっていう、その今までもいろいろ関係性のある役を演じて、来させていただいた中すごく想像がついたというか、あわあわ慌ててる畑中こうね、何を言ってるか分かん、何を言ってるか分かんない畑中とか、声が裏返ってる畑中とかでもなんか言うても慕ってくれる畑中とか、なんかなんかいろいろ想像ができたっていうのが、うんうん、不安要素がなかったですから、うん、いやでもそれはもう本当にあの同じくで、もう宮野さんだってもう僕の中でももう小さい頃からもうずっとそのあの見てきた役者さんですし、それにやっぱり宮野さんとの掛け合いがまず何よりも楽しみだなっていうところが、うん、それはあったね、そう、その結果をもらった時に来たので、もうこんなに嬉しいことはないなっていうのと、そう、あとやっぱり宮野さんって僕の中でもやっぱりそれはもう今までの役もそうなんですけど、やっぱりヒーローなんですよね。なんかそのヒーローの心をこう演じてくれる人だなってとってもあの思うので、そういう意味でうわどんなマリオになるんだろう、どんなマリオがどんなかっこいいマリオが、かっこいいというかなんていうかな、生き様がかっこいいマリオが見れるんだろうなっていうのがもうね最高に楽しみでした。そうですね、まあとにかくイルミネーションの作品なんで動きが激しいんですよ。でめちゃめちゃ可愛いし、でもアクションも多いんですよ。なのでそこに今回その日本語版としてはリアクション一つ一つにもなんか、入れたくなったら全然入れていいよって言われたんですよね。だから結構細かくリアクションが入ってて、それはこう日本語版ならではになってるかなって思いますし、そこで自分なりにあじゃあアクションのとことかでマリオ あの印象的な掛け声入れてみようとか、いやあワッホーとかっていうのを結構勝手にやってたら、あそれじゃあやりましょうとかって言ってもらえたりとかして、なのでかなりこう日本語版としての面白さみたいなのは、うん、構築できてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、だからそういう意味であのよかったです。だからあのゲームの音声に小さい頃から触れておいてっていうので、うん、魔法とかもそうですけど、だからルイジだったらあいやいやいやあばばばばばばばとかもうあの感じも、だからそのまあ確かに本当に原音とかにはなかったものとかももうガンガン入れてもいいよって、だからもう本当すごく自由にやらせてもらったので、その伸び伸びさがこのフィルムに、その伸び伸びさがねこれ別にルイジやってるわけじゃないこれは働くデフォルトなんですよね。それ全然そう、その伸び伸び坂だからこのフィルムに乗ってくれるとやっぱ楽しい映画になるよなと思って思いっきり。でも任天堂さんから、うん、あの音声を都度聞かせていただいて、はい、スタジオ内で2人してずっと練習してましたからね。あばばばばってやってる。そうそうそう。片やおおおおみママみやおおおってずっとなんか、ね、そうチューニングしてあれ他のキャストどう思ってるのかね。ずっとやってんの2人。あ、うん、違うな。うんうんうんあうんえずっとやってた、練習してた。賑やかでしたね、一日。チャールズさんの声を聞かせていただいてね。やってましたね。楽しかったですね。それは他のキャストの人たちももう超パワフルだし、みんなで撮れたんで、クッパ可愛かったね。そう、三宅さんのクッパマジでこう憎めないところがめちゃくちゃあって、そうでしかも三宅さんも。こうなんだろう、血管ぶち切れるんじゃないかっていうくらい全力でやるから、そうあなんか全力のクッパってなんか可愛いなって思いい思える。そうですよね、うん、あ全力でピーチのこと好きなんだなとかそうピーチへの気持ちがねまたいいんですよね。クッパのすごい一途ですよ。そうなんそうなんですよ。でもだから今コロナ禍でアフレコもあの分散だったりとかする中だったんですけど、うん、今回のキャストは一緒に集まって撮れたっていうのがあったので、それは良かったなって。ら僕らが楽しんで、アフレコした空気感っていうのは必ず映画の中に反映されてるし、魅力の一つになってると思うので、はい、あのご覧いただく方も楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。はい、マリオカート感動しましたよね。マリオカート感動した。僕がやっぱ一番親しんだのはスーファミのマリオカートなんですけど、おでその
のね、あのどん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 マリオカートもね今進化していって、あのね車をセレクトできるようにもなってるわけじゃないですか。 うん、でそのシーンとかもちゃんと出てきたりとかあそこ熱いなって思いましたね。で憧れのレインボーロードを走ってるなんか自分をなんか感じて、なんかすごく感慨深いものがありましたね。僕あれですね、ちょっとドンキーコングのところですね。あ、ドンキーね。そう、ドンキーコングも結構ゲームでね、あのやってた部分もあるので、やっぱり なんかこのシーンってどことなくドンキーコングのあそこなんじゃないのかなみたいな、そういうところとかもあったりして、やっぱなんかちょっと感動しましたね、ドンキーコングの活躍も。ファミコのドンキーコング知ってる？ね、だから俺それこういうやつ、あ、それ知らないその動きは知らないですよ。なんだっけそれ、カルをね転がしてくるんですよ、ね、知らないでしょ。知らないかもしれないですね。ファミコンめっちゃやってたなスーファミじゃないですよね、ファミコンの方なんですよね。そう、スーパーファミコンしかくれてない。ドンキーコングもスーファミでね最初に出たよね。そうですね、ね、あれもめっちゃやってました。ドゥルルルルってドゥルルル、そう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 、ドゥルルルルルルル全部やってくれるじゃん一人ドンキーコング全部やってくれるすげえ。でも本当それやってました、それをやってたからちょっとやってたね。そう、ワクワクしましたね。で、せっかくの兄弟役ということで、宮野さんがルイージーのシーンでおすすめのシーンで、畑中さんがマリオのおすすめシーンを挙げるとしたらどこですか？おー、ルイージーはね、もうしょうがないやつなんではぐれるんですよもう本当に畑中みたいに迷惑をかけるんですよそんな普段はぐれる人じゃないですよ、うん、ついていくときついていきますから。そのね、でもなんかその一人になっちゃうんですよルイージが。それがとてもかわいそうなんだけど、こうその姿っていうのはやっぱちょっとかわいらしさもあって、一人でビビっていろいろ逃げ回るシーンは見物かなっていうふうに思います畑中くんがずっと叫んでました。そう、ずっとやってそれは本当にそうずっと叫んでました。うるさいぞぐらいの勢いでね、うん、カロンに追いかけられてそうですね、マリオのおすすめのシーンやっぱりいっぱいあるし、俺正直だからもう本当に絶対言えないんですけども、ラストのシーンとかもう超大好きなんですけど、わ、ね、かる。もうやっぱりでもそれ以外、ネタバレ以外で言うんだったらやっぱこう僕はピーチとの絡みで、ピーチとの特訓シーンですね。あ、いいね、すんごく楽しかった見てて。もう宮野さんももう思いっきりやってくださってましたし、俺そうだそこね、うん、あの結構シーンがあのパン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 って切り替わるんですよそうそうそう、アクション、うん、で畑中くんにこれさ、きっとさ一個一個さシーンごとに止めて撮るよねって言ったら、うん、止めないで全部通して撮ったんですよ、うん、でも俺よく頑張ったよね。いや、すごい本当にマジで普通は切り返すはずなんですけど、もういっちゃいましょうかって、いけますよって。だからスローのシーンとかもスローもまでやってるもんね。そう宮野さんがスローやるんだって。普通機械でスローやったりするんですけど、うん、いや、いや、いや、マンマミリアルタイムで全部やんだと思って、うん、これはちょっとね、誇らしかった。日本の声優のすごいところだなって自分で言うのもなんだけど、いや本当に止めずにやるっていうね、うん、あれめっちゃ見てて楽しかったですね、うん、どうですか、もう僕はいいよ。もうあのあれですね、もうアフレコ現場でもう一番もう本当にもう顔にっくりこにして笑っちゃったのはカメックです。カメックね面白かったですよね。カメックはやばかった。なんかもうどこまでお声も素晴らしいし、うん、あのちょっとひたたらずになるところとかね、そうそれどこまでが笑えるんだよなもうアドリブと芝居の境界線分かんなくなっちゃうぐらいカメックが生き生きしてたシーンもあったので、あるわ、俺大好きですね。なんだろう、ゴム兵とか、あね、ヘイホーも出てくるし、はい、その敵キャラみたいなのに結構ワクワクしました、はい、キラーとか。あ、知ってる知ってるみたいな、プクプクとかにこうブンブンってされたりとかあ、なんか知ってる敵キャラがこう襲いかかってきてくれるんでだそれはなんかワクワクしましたね。そうですね、もうこのスーパーマリオブラザーズ・ザ・ムービーもう非常にいろんなものが詰まった、ワクワクが詰まった楽しい映画になってると思います。そしてそれはきっと世代を超えて国境を超えてみんなに楽しまれることができる、そんな映画になってると思いますので、ぜひ劇場に足運んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、携
伝わらせていただいて、あのさらに世界のマリオなんだなってことを非常に感じています。世界中が好きなマリオ、誰もが好きなマリオを演じさせていただきました。でだからこそみんながどこかできっと触れたマリオが出てくると思うんですよね。マリオのプーっていう動き一つとってもそうですし、さっき言ったマリオカートもそうだし、猫になったりタヌキになったり、ね、そういう姿が出てくるんですよ。なので自分が あの時触れたマリオだみたいな、こう童心もくすぐってもらえるような、そんな作品になっていると思います。でそんな自分の懐かしさを感じながらもマリオたちが立ち向かう姿に勇気をもらって、で最後感動をもらえる、そんなエンタメ映画になっています。ぜひ劇場でご覧ください。